風子大変なんやけど、めっちゃ風子やばい、風子、風子やばいわ。ちょっとちょっとさ、ちょっと一瞬ミュートにする、ちょっとうるさいかもしれんから。はい、オッケー。ちょっとむずいわ。何？過去一むずいかも。過去一？過去調べよう。過去を考えよう。むずいな。私と被るとかがもうないんよ。年齢設定も低いし、なんて言うんだろう、無邪気なところを出すシーンはそんなないんだけど、すごいコアな話になっちゃうけど、2017年にさ、一撃屋さんの敏捷期に出た時、あれ妹役だったんだけど、私あの時18歳だったから、まあキャピキャピしとったやん。いや今も気持ちは変わってないよ、けどやっぱなんか違う。あの頃の、なんて言うんだろう、今も若いんだけど、やっぱ10代ならではのなんかあるじゃない。むずいって。ケンパチさん、さくらんぼありがとうございます。どうも、お腹すいた。お腹すいたわ。こんばんは。どうも。白のワイシャツは、あれは衣装と見せかけて衣装じゃないです。山ちゃん、ハートありがとう。トリプルハート、わかるかな。 1,2,3 ここ、トリプルハート。タカシーノちゃん、ペンライトありがとう。千秋楽行ったんだね。楽しめたかな。よかったよかった。楽しんだんでしょう、きっと。そんなわけで、なんだかすっごく難しい。なんか今日、違うの、私服、いや私服でもないんですよ。とある衣装があって、まあ、近々出ると思うんですけど、前秋ファスナーとかの服を着てこなかったんで、その分、とりあえず今だけっていう風に着ました。誰の白シャツかは知らない。全然私服でも、衣装だったのかな、あれわかんない。楽しめたよ、かっこよかった。おー、それはよかったです。どうも、初訪問の人いらっしゃい、いらっしゃせ。今日はね、顔合わせでね、顔合わせっていう、顔合わせってめっちゃ言いにくいね。顔合わせ。タカシーノちゃん、ピンクのペンライトありがとう。珍しいね、ピンクのペンライト。そうそうそう。で、何の話？何の話してたっけ？
チュルチュンカラーの材料もどうぞ。ありがとう。お腹空いて喋れないわ。ダメだ。最後にご飯食べたの17時ぐらい。お腹空いた。グーってなるよそろそろ。あ、そう、顔合わせありがとう、教えてくれて。顔合わせだいたい顔合わせして、あの台本をみんなで読み合わせて、でその日はお疲れ様でしたって、また次の稽古、まあ明日なり明後日なりによろしくお願いしますってなるんだけど、今日はいきなり立ち稽古をしまして、立ち稽古というのは実際にその舞台と同じようなね、バミリはなんて言うんだ、大まかなその美術はこの辺にありますよとか、出る場所はここですよって分かるような、まあシールだのテープだのいろいろ貼ってるんですけど、それをバミリって言いますね。そう、そのバミリもバミリがある状態で、あと演者のその位置とか位置関係とか、こっから出るっていうのを今日頭から最後まで全部決めたんですよ。そんなことってなくて、だいたい初日はもう読み合わせしてだいたい帰るんだけど、今日は初対面の人がいっぱいだったのに立ち稽古をしました。でさ、キャスト今日全員揃ってたわけじゃないんだけど、私の役、風子役が4人いるんだけど、4人中今日は3人来てたのね。でその3人でさ、まあそのシーンごとに、じゃあ これ今から春組の人、次夏組の人で、秋組の人みたいな感じでコロコロ変えて同じシーンを何回かやったんだけど、もう何回もやってないんだけど、まあ読み合わせもしてないからさ、対面人と人とそういう会ってそのセリフ言うのは初めてだったから、もう何やってもしっくりこなくてなんか正解って別にないけど、なんかこれは絶対正解じゃないみたいな、なんかこれは違うそうじゃないっていうのがずっと続いてた。今親指パキって鳴らした。クワドラプルなんて言葉知ってたの？調べたに決まったやん。そんなダブルトリプシングルダブルトリプル、その次は何だろうって。でもそうよく考えたらフィギュアスケートでクワドって言ってんなと思って、クワドラプルのあれですね、略だったのね、クワド。お、着替えたひーちゃんありがとう。着替えてくれて、他にも着替えてくれた人いるよね、ありがとね。カエルってやって変換で出てこない。カエル今ねテロップ作成してます。ね、そのよ同じ役を4人で回すっていうことがまあそうそうないからさね、
人見知りの挨拶みたいな、もうほぼ誰とも喋ってないよ。やってしまった。風子役のこと、あと去年一緒に舞台出たことはちょっと喋ったけど、もう無理や、あかんわ、ダメだ。どうしよう、みんなどうしてやと思う、どうしたい。ダメだよ。クイーンダブルはいくつでしょう、だってむず、いや分からん。またしてもあのオーラが出たの、出た出た。今日ひどかったと思う。もうそんなつもりはない、いやあったな、あれはもうブワーって、もうすごい、もう稽古場の外まで届いてたかも。こんばんは。なんかね、今日ね、その唐揚げをあのわざわざその 人数分ぐらいかな買ってきてくださって、で私は今日稽古場の一番隅っこの一番後ろの端っこで、まあ野菜スティックを食べてたわけですよ。野菜スティックとささみ、野菜スティックとささみ食べてて、そしたらさ、その唐揚げの箱をいろんな人に、これよかったらどうぞどうぞどうぞって配ってて、なんか私のところにも来そうなんだけど、来そうだし、ちょっと私も唐揚げ食べたいなって楽しみに待ってたんだけど、でもめちゃくちゃ来づらそうで、私のところになんか大丈夫、この人この人大丈夫かなみたいな、だいぶなってたと思う。今日はひどかった、反省はしていません。今気分じゃないですか。めっちゃ気使わせてもしもた、ごめん、めっちゃ食べたかった唐揚げは、唐揚げ買ってきましたって言った時点でもう食べたかったもん、めちゃくちゃ。でまたやってしまったポイント、そのパート2、盛り上がってる中帰る。やってしまった。だってさ、夜遅いから帰りたい。まだね、その時間がね、夕方だったらいいけどね、結構終わってるんだから帰るの、帰るんだよ私はもう。いやまずそもそも盛り上がってる中にも入ってないから私ダメだ、本当にもう誰よりも早く帰るスタンバイはしてたんだけど、でもなんか盛り上がってるよな、誰も帰んないのか、帰りたいな、うん。そしたらちょっとお姉さま方がそろそろ帰るって言ってくれ、なんか帰るって言ってくれてないわ、それは嘘、帰るっていう雰囲気をちょっと出してくれて、ちょっと出してくれて、帰ってもいいですかねこれ、私帰ろうと思ってるんですけど、いいんじゃないいいんじゃないっつって、でお疲れ様でしたって一番に出た。で、その目的地まで一緒かなと思ったら、で夜遅いからさ、もうだから一緒に帰ろうと思ったのに、あ私車だからって、まさかの、だから結局一人で帰りましたよ。
まさくんハートありがとう。新しいハート見つけたから、ほら3つハート。クインタブル、あ、5倍って意味だった。トラユキさん50、ゆきちゃんありがとうございます。ごめん、一人語りしすぎてちょっと喋ってなかった、コメント見てなかった。飲み会終わりで寝落ち上等です。ちゃんと風呂入って歯磨けよ。野菜ステーキとささみってハムちゃんみたいその国はさ、ダイエットしてると思われたんじゃ。そうだね、そうかもね。山ちゃん流れ星ありがとうございます。早く帰る。なんで新しいアバターこうなったのか。ちゃうわ、声でかい、今のちゃうわって声めっちゃでかかった、やら。ちゃうのよ、本当はね、なんか今日はみんなコンビニにバーって行くタイミングがあって、それも私一人でまた行っちゃったの。一人で行ったわけで、さ、でもさ、初対面の人たちだからさ、みんなどういうもの食べるのか分かんないじゃん。で、分かんないから、分かんない中で、なんか一人がっつり、なんか パスタ大好きだから、パスタとかな、麺類系をなんか隅っこで食べてたら、なんかあれかなと思って、みんなあんま食べない人なんかなと思って、とりあえず、まあ、無難なささみと野菜スティックにしたの。あとその前にあのおにぎり食べたからね。んで一人でバーコンビニ行って、んでめっちゃ悩んでたから、で帰り際になんか集団でいたわけさ、コンビニから帰って、帰りの、んで見たら3、4人パスタ食べてた。3、4人パスタ食べてた。なら私もパスタ食べたかったパスタ食べたかったしみんなそんなパスタ食べる人だって思わなかったもんそんなこんなで今とてもお腹空いてるの私聞いていけ、おにぎりさ、コンビニのだったんだけど、いつもねこうあれでしょ、ピリってやってピッ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 って食べんだけど、すごく時ピッってやったらね、なんか海苔がバリバリバリっつってね、でパッてやったらね、海苔のほとんどがねこっちピッってやった袋にねつくしね、でこっちもボロボロになるしね、もうとんでもないおにぎりだったの今日。山ちゃんブーケありがとう。ブーケキャッチアンドリリースそれはパスタ食べたかったやつ、ささみと野菜スティックにしたのに。そうなんだよ、そうなんすよ、うん、でもいいよ今日一日ぐらい我慢したろうがな。え、海苔を破かないように、え、そうだよ、海苔 いつも通りに、そんなザチペーとかやってないよ、ただいつも通りやったらなんかもうなんだろう、カバンの中で潰れちゃってたんかな、かわいそうに。まあでもね、まあ稽古の段、稽古だからちゃんと食べてエネルギー摂取して、まあ、やんなきゃいけないのはまあそうなんだけど、役で言ったらそれでも贅沢してる方の食事なんすわプリン買って帰ってます。いいな、今日コンビニでプリン買うか迷ってた。まあだから、まあ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 、まあ、いいよもう
ふうこちゃん野菜スティック食べたらもう泣いちゃうよ多分今日はもう食べないで我慢するのもう遅いしね、時間私家にご飯ないしありがたいことに家にお菓子もないのよ。お菓子がないってさ最高よ。家にだって無駄に食べなくて済むから。ほんとあと食べてもなんかああ食べなきゃよかったなること多いよ。お菓子がないイコール誘惑がない。そうなんですよ。そうなの。今冷蔵庫にはヤクルトしかないかも。ヤクルト飲むか砂糖。お菓子の禁断症状出ないね。お菓子は本当食べない。カフェラテさえあればチョコレートも全然なくても大丈夫。お菓子食べたい、お酒飲みたいとかはねないね。ない。だからもういいの、今日はもう寝るの。みんなも寝てね、ちゃんと。お腹すいたべ。いいな、プリン食べたいな。プリン食べたい。歩いて3分の場所にドンキホーテあるからすごいね。それ食べ物なくなったらすぐ行く。わあ、何でもあるじゃん。お菓子めっちゃあんじゃん。ご飯よりお菓子いっぱいあるじゃん。お酒もいっぱいあるじゃん。ご飯作れたら作ってでも食べようとしてた。いやーもうね、もう立ってられない立ってられないんだ今。だからもういいの、諦めた私は。うん、もう寝る。お酒は何年も飲んでないです。マジ？あ、そうなの？こんばんは。お、だらだら喋っとったらもう52分や。とりあえず24時までにしますね。空腹で寝れないとかない？ありそう。うわ、ありそう。うわー、ヤクルト飲んで寝よう。お、なんか見ない人からハートが来た。ジークシュンダー、なんて読むこれ、すっごいむずい。お魚さんハートありがとう。りなちの顔を見ながらお酒飲むの日課。え、めっちゃいいじゃん、楽しそう。いいっすね。まあほどほどにしなよ。果たしてヤクルトでお腹が満たされるのか。あ、大丈夫、カフェラテで半日生きてる、全然生きていける人だから大丈夫。あと卵焼きじゃない、目玉焼きか、目玉焼きで夕方まで過ごせるから大丈夫、大丈夫。もう、え、でもさ、こんだけお腹空いてんのにさ、今からさ何時間寝るか分かんないけどさ、
恐ろしいよね。今から6時間くらいはさ、確実に食べないわけじゃん。怖っ怖っ。今からコスパいいな、だってめっちゃ面白い、便利なお腹や。そう、食べようと思えば食べれるんだけど、食べなくてもいいなら別にいいけど、今お腹空いてる。誰かこのどうしたらいい、空腹を紛らわす、ガムでも噛むか小食になりたい。うんうん、水を飲んで空腹を満たすべし、それだ。そうしよう、水だ、飲み物だよ、やっぱヤクルトだよあと炭酸、禁断の深夜ラーメン絶対うまいよ、それは絶対おいしい。ラーメンとかおいしいに決まってるやん。わーわー、ナシアバターじゃなく、間違えた、カエルアバターいっぱいだわ今。あのコメント表示してんだけど、それ越しにさ緑がいっぱい揺れてんのよかわいい、私に似てきたな顔。それそりゃ似てるに決まってるか、私が私描いたんだもんね。2度目の訪問してくれた人の名前、食べ物じゃん、お揚げさん、お揚げめっちゃ食べたい。わあわあ、起きなさい。はい起きますいい名前、確かに今の NMB メンバーの中には深夜に今からラーメンって子がいるよ。あでもよくやったよ、あの深夜ラーメンメンバーと。タコタコはええで、タコはええよ、タコでも食っとけじゃないのよ、そのタコ返すわ、おりゃおりゃ。空腹で視力も落ちてきたかな。そうだね、あざちく、あどうもありがとうございます。タコ一応いただきますけど、タコは食わねえこんばんは、タコがダメならイカはいかが、もういいツッコミすらも思い浮かばない、もうキレも悪い、最悪だわし優しくしって言ってるけど、あの悪く言えば黙っとらえやからなうさうさ黙んないで頼むよ、ちゃんとしょうもなくてもいいから、いかがとかでも、いかはいかがとかでもいいから頼むよ、コメントしてよタコスなら食べれる？食べれる。タコスは食べれるよ。玉ねぎちゃん、アイスありがとう。あー、アイス。うん。300回目の訪問、シロさんありがとう。さ、そろそろ順位を読もうと思います。ナチョス。多分好き、ナチョス、タコライス食べたい、
きます。13位かーくん、12位ひでさん、11位だーがーさん、10位たかしーのちゃん、9位くにやんさん、8位ざっちくん、7位コラコラさん、6位ひかるくん、5位ひーちゃん、3位ラブニャン、2位がやまちゃん、1位がまさくんでした。ありがとうございました。パチパチパチ、 Thank you。 すごいカエルアバターがいっぱいだわありがとう。オタコップ知らない、なんだそれ。では皆様おやすみなさい。ソニドロ、みんなもね、ちゃんと寝るんだぞ。そしていい日曜日をお過ごしください。バイバーイ。来たばっかり、また明日会おうね。うん、バイバーイ。